モコをこの前髪染めてたんだ、あいつ。そういえば俺クソディスってやったわ、てめえこの野郎、シャレっ気付け。なんかね、いつだっけな、1ヶ月2ヶ月ぐらい前にさ、あいつと飯食い行ったんだよ。1月前ぐらいか、池袋かなんかで飯食ったんだよ。そしたらさ、あいつ髪染めてきてやがって、どうっすかみたいなこと言うから、あいつ気取ってやがった、茶髪にしたんすわとか言って言ってた。今はどうかわかんねえけど、茶髪にしてた。髪の毛染めてみたんすよっつって言ってたよ。今はどうかわかんねえけどなんかあいつさ、あのたまにさ、パイナップルみたいな髪型でさ、公式とか出るときない？あの向こうの髪型ぐらい、なんかジョン君、俺の脳みってわかる？パイナップルみたいに、ミヤーみたいな。あの、カエルの変態みたいなさ、あの髪型、あれでいいよな。あれ超可愛くない？あれ。絶対あっちの方が人気出るよな。かっこよくなっちゃったらさ、なんか人気薄くなってくじゃん。あのパイナップル、いやーみたいな、ナッシーみたいな。あれ俺すげえ可愛いと思うんだけどな。キヨと PP のツーショット、なんかそれって公式出てんの？あれこそ豊か。あれこそ豊かって感じで、俺の中のモコの髪型があるんだよ。ユタちゃん。最近あいつ前髪ピンで止めててくっそりやせた。もうぶっ飛ばすべえ、マジで。あいつ締めべえ、おい。あいつ締めるわ、俺マジで。首締めて。あいつ殺すわ、マジで。本当に首締めて泡吹いて。おい、ちょっと待って、モコに電話するわ。マジ頭きた。マジで頭きた。お、マジで頭きたわ。おめえ何ピンで止めてるっつって。あ、やめよ。なんかあいつ最近なんか女絡みでよく炎上して、なんか25日、今女といるんすわとか言ったら、なんか俺がよからぬ、もうこのバカ視聴者ともによからぬあれかけられるとめんどくせえから、やめよ。やーめた。やーめた。今配信準備中らしい。じゃあ余計やめてるわ。甘髪の準備してる。あれなんなの、なんかみんなさ、前髪をさ、いや、ね、なんかその、あ、おしゃれでやってんのかな。おしゃれでやってんのかな。セラさんとかもやってる。俺セラさんのそれクソディスってるもん。セラさんの33にはって、そんなピンで止めてて、つって。太田大使の上に、おい、俺はっきり言って、太田大使が前髪一ピンで止めてたら、俺ほんと球場行くぞ。ふざけんじゃねえぞ、男の野郎つって。おい、頼む、やめてくれ。太田大使だけはやめてくれ。あいつ日ハム行って変わっちまった。マジで？めちゃめちゃかっこよくなってるよな。へえ。そういう風になったんだな。今。